東京日本橋、たいめいけん3代目森木宏です。今日は、デルモンテのケチャップを使ったお料理を紹介したいと思います。昔ながらの洋食の味をぜひ皆さんも作ってみてください。たいめいけんの看板料理オムライスを、皆様にお教えしたいと思います。では材料から説明したいと思います。ハムですね、あと玉ねぎですね、みじん切り、あとバターですね、あと卵、そしてデルモンテのトマトケチャップです。もうこれがないとオムライスは完成しません。バターを焦がさないように溶かしていきます。玉ねぎを入れていきます。最初に玉ねぎですね、入れます。はい、でこうじっくり炒めて甘みを出していきます。これ重要なポイントですね。はい、はい、透き通ってきたらハムですね、ハム入れていきます。はい、少しこう炒めていったらここでケチャップですね、デルモンテさんのケチャップ入れます。先に入れます。ご飯より先に入れて少しこうケチャップを炒めていきます。そうすることによって酸味がね、甘みに変わって優しい味にまた一段となっていきます。ご飯をのせます。で塩コショウですね、はい、ほぐしながら、はい、炒めていきます。この時は火は強火にします。そうするとご飯がベチョベチョにならなくて綺麗に混ざり合います。で炒めていきます。はい、これが美味しいケチャップライスの作り方ですね。はい、バター入れますと、フライパンは22センチぐらいの大きさのフライパンを用意してもらって、バター大さじ1入れます。はい、卵入れます。で卵を3つを溶きほぐしてもらって、混ぜていきます。家庭だと火は強火でございます。強火でいった方がうまくできると思います。はい、でこう少し慣らしていって、上がトロトロで下が少し固まった状態でご飯をのせます。はい、のせたらもう一回火をつけてフライパンを45度にしてこうかぶせていきます。いきます、こう叩いていきます。ケチャップをかけてパセリで飾っていただくと、もう昭和のオムライス完成です。